皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、今日はね、まだその季節的にね、少し暑いのにね、ちょっとまだまだ先のお話からね、ちょっと入っていくんですけども、皆さん、こたつで寝ると風邪をひくよとね、言われたことないですかね。めっちゃ先の話やんって思われたかもしれないですけども、まあ、こたつで寝るとね、風邪ひくよって言われたことはあるでしょう、皆さんね。まあ、言われたことなくても、耳にされたことはあるとは思うんです。それはですね、体の表面の温度がね、温められて、体の中の温度が下がるからです。そして体の中側が冷えたら免疫力が下がってしまって風邪をひきやすくなってしまうからなんですよ。それにね、体の表面が温められたら体の中の温度が下がってしまって眠たくなるという、そんなメカニズムがあるからなんですよ。なのでこたつに入ると体の表面と内側の温度差が高くなってですね、急に眠たくなってそのまま寝るから風邪ひくよと言われるんです。そしてね、それらはですね、血液の循環というのがですね、深い理由となっているんです。血液の流れでね、体の温度はね、変わっていきます。手足やね、体の表面が温められるとね、血管がね、ガッて広くなってね、血流が良くなるんですよ。ということはですね、体の内側で温められた血液が手足やね、その表面といった末端まで行き届くようになって、末端の温度が上がります。そしてね、血液というのはね、循環してるわけですから、末端を通っていたちょっと温度の低い血液の心臓に向かってくる勢いというのがね、良くなってですね、そのまま体の内側に温度の低い血液が戻ってくることになります。そうなったら単純に体の内側の温度は下がりますよね。まあ、その時のね、内側とね、末端のね、温度差っていうのはね、 0.4 度ぐらいというね、ほんの少しの差しかないんですけども、この温度差ですごく眠たくなるんですよ。あ、これはね、またね、その食後に眠たくなるのとはまた別の話ですよ。あれはね、一時的にね、インスリンの分泌が追いつかなくなって、血糖値が上昇してね、ブドウ糖がこの脳にね、十分に行き届かずにですね、分泌されるはずのオレキシンっていうね、その起きていられるためのね、脳内分泌物質の分泌が鈍くなるために眠たくなるんです。それと同時に体が熱くなりますよね。それは食事をすると一時的にね、こう代謝が上がるからなんですよ。食事をすると吸収された栄養素が分解されて、その時に一部が耐熱となります。その栄養素が分解する時にですね、エネルギーが使われて、その時に熱が発生するんですよ。そのため、ご飯を食べるとですね、食後は何もしてなくても安静にしていても代謝が上がっているので、体が熱く感じるというわけなんです。で、今回のお話はそれとはまた別のお話なのでね、血液の循環でね、体の温度が変化する場所があるからということが、睡眠に関係がありますよというお話ですのでね、もうまたね、僕の悪い癖が出てしまってね、もうすごく前置きが長くなりましたけども、ここで満足された方はね、もうここまででもね、それなりにね、情報量があったと思いますので、まあ、ここで切ってくれても大丈夫ですけど、僕はもうちょっとだけね、喋りますね。血液の循環をね、その前に置いてね、その太陽のことを考えていきますとですね、その寝る時っていうのは、起きてる時のね、日中と比べてですね、太陽がね、1度から 1.5 度ぐらいか、それほどね、ちょっと下がるんですよ。そんなね、その体が寝る時に体温を下げる理由としましてはですね、その日中の活動で駆使されたね、その脳とかね、この臓器っていうのとか、筋肉っていうののね、温度をね、下げて休ませるためだと考えられています。で、そうすることによって睡眠の質が良くなると言われてます。で、そんなね、睡眠の質を良くするために体で起こる温度の下がり方なんですけども、その順番としましてはね、一つ目はですね、体の深部温度、体の内側の温度のことなんですけどね、それを下げる。で、二つ目はですね、体の全体の代謝を下げる。そして三つ目がですね、脳や臓器、筋肉の温度が下がるといった流れによって温度が下がるんです。
で体の内側のね深部温度をねこう下げるためにはですねこの睡眠前のねその体温のコンディションをね整えてあげて血流を良くすることが重要となります。ということはですよ、体を早く休めてあげたい、早く寝たいという時っていうのはですね、血流で体の表面や末端の温度をね温めてあげたらいいってことなんですよね。それが寝るためにできる深部温度を下げるための工夫となります。でそのね工夫をねちょっと細かく言いますとですね、その寝る前の 1,2 時間ほど前にですね、あの38度か40度のね、まあ、ぬるめのお湯に使ってゆっくり使ってあげます。またね足湯に使って体温をねじんわりとねゆっくりとね上げてあげます。そうするとね体が温まるとですね、その末梢の血管がねあの拡張してねぐわっと拡張してくれて、手とか足からね熱放散というのがねスムーズに行われて、末端で冷めた血液がまた内側に戻ってきて深部温度が下がりやすくなります。一方ですね、その42度以上というねその熱いお風呂が好きな人でたまにいてるじゃないですか。でそういう人っていうのは寝る前のその大体3時間以上前にねその熱いお風呂に入ってもらうなどとね、その寝るまでにねその時間を空けてもらうというようなその時間の工夫が必要なんです。それはねその熱いお風呂に浸かるとね深部温度をねこう逆に上げてしまって、その寝に入るのをね妨げる原因になってしまうんですよ。そしてまあその他にもねお風呂以外での方法っていうのもあるんですけどね、夕方にねその有酸素運動とか、まあその軽くね汗ばむほどのウォーキングなどもね、その手足やのこの表面からの熱放散をねスムーズに行いやすくなります。まあねその仕事のね後にね軽くジム行ってね汗を流すぐらいな感じでいいと思います。それとですね、まあ通常では暖かい布団やねあのお風呂入った後とかっていうのはですね、確かにね寝つきがちょっとだけねやっぱ良くなります。でもところがですね、その布団に入ってもね手足が冷たくてとか寝つきが悪いという人がねいます。まあ、冬なんか特にそうですけどね、まあ、僕もそうなんですけども、冬じゃなくてもね冷え性の人なんかね特にそうなんですよね。そのね、まあ、手足が冷えてるとね本当に寝つきが悪いよっていうね人もねいるんですけども、でも反対にねそのお風呂やね温かい布団ではねなぜか寝つきがすごい良くなる人もいてるんです。それはね人のね深部体温っていうのはね夕方から夜にかけて最も高くなってですね、寝る頃にはね急速にねガッと低下して、もう今約 0.4 度ぐらい下がるとですね深いノンレム睡眠に入っていくということがねその生理実験でね確かめられているんですよ。そのね、まあ、暖かい布団に入るとですね確かに手足がポカポカしてねスーッとねこう眠りに落ちていくんですけどもね、実はねこのねポカポカ感っていうのはですね深部体温がね上がっているからではありません。そのね手足の表面温度っていうのはね通常はね 33.5 度前後なんですけどもね、その寝る瞬間においてはですね副交感神経活動がね働いてですね手足の温度はね約 1.5 度ね上昇します。手足が暖かくなるとですねその表面のね血管がねこうガッと拡張してくれてですね、血流が増加して手足からの熱放散がねすごい起こるんです。で手足っていうのはこう平たくてね表面積がねすごい広いので、あの体幹に比べて言えば熱を放散するのにねすごい好都合なね構造をしてるんですよ。手足からの熱放散の結果ですね、深部体温や脳の温度がガッと下がってくれて人は眠りにつくことができます。ですがここで注意が必要です。この動画の初めにですねお話ししましたけどもね、その冬にこたつで足を温めていると眠たくなるんですけども、その後ずっとこたつに入った足を入れたままではですね足先がねもう持続的にねこう温められ続けるためにですね、その先ほども言いましたの熱放散という、ね、その放熱作用っていうのがね阻害されてしまって、結果として深部体温がね低下せずにですねかえって眠りが浅くなって中途覚醒の要因になるんです。あの中途覚醒というのはですね、もう1回の睡眠で夜中にこう 2,3 回目が覚めてしまう場合のことをね言います。その夜中にね何回も目を覚ましてしまうことがね、まあ、1ヶ月以上もね続いてしまったらね、これはね不眠症とね診断されてしまう時もあります。まあ話は戻しますね。対処としましてはですね、湯たんぽとかね電気毛布が最適ですね。それでもね寝つきが良くてねすぐに眠りに入れるものをね、まあ、夜中に目が覚めてしまうという方はですね、そこにはね病気が隠れている可能性もあります。夜中にね目が覚める原因としてね、まあ、最も考えられるのが加齢です。
加齢に伴ってですね、眠りが浅くなってしまうことからですね、夜中に目が覚めてしまいやすくなるのが、まあ、高齢者に多い傾向があると告されています。またね、寝酒としてアルコールをね、寝る前にね、飲まれる方もね、いらっしゃいますかと思いますけども、まあ、アルコールはね、血流が良くなってですね、確かにね、寝つきをね、良くしてくれるんですけどもね、まあ、その一方でね、利尿作用っていうのがね、あるためにですね、夜中に尿意を感じね、その中毒覚醒をね、引き起こしてしまうんです。ほんでね、アルコールを飲んでからね、肝臓で代謝されるまでね、通常ね、3、4時間かかるんですよ。ですのでね、まあおよそ3時間、4時間後にですね、その中毒覚醒を、ね、引き起こすことがね、考えられるんです。まあアルコールだけじゃなくてですね、コーヒーやね、紅茶、緑茶とかにもね、実は利尿作用はね、あるためにですね、このね、夜に寝る直前にね、飲んでしまうとですね、その尿意でね、やっぱ夜中に目が覚めてしまうこともね、あります。そしてね、もう一つ考えられるのはね、病気によるものです。脳血管障害とかね、まあ、認知症などのね、脳変性疾患でうつ病とかね、睡眠時無呼吸症候群とかといったね、病気を抱えてる人っていうのは、それらの病気をきっかけとして中毒覚醒を起こしやすいとされています。病気によってね、その中毒覚醒をね、引き起こしやすい場合にはですね、まあ、病院に行ってね、治療を受けなければね、そのセルフでね、改善することはね、本当に難しいと思います。またね、その寝酒をね、その習慣としていた方もね、一回ね、寝酒の習慣をね、断ち切ってみましょう。もしもね、その酒がないとね、寝つけなくてね、辛いという人はね、お酒よりもね、その睡眠導入剤の方がね、依存性も少ないのでね、安全です。これはね、病院でね、相談してね、処方してもらってください。僕もね、入院中にね、その抗がん剤をしている時にですね、もらったことがあってですね、もうぐっすり眠れたことがあります。これがね、またね、寝つくのがね、すごい早すぎてね、翌朝ね、起きた時にね、その前の日の夜のことをね、思い出してみたらね、もうあまりにも薬が効きすぎたっていうことを感じてね、ちょっとね、怖かったですわ。もうそれぐらいね、睡眠導入剤ってね、まあ人によってですけども、そしてその睡眠導入剤の種類にもよりますけども、スッてこうね、寝れます。でもまあ、その睡眠導入剤もね、その時に看護師さんに言われたんですけども、あまりほんまにね、この飲みすぎやん方がいいよとね、言われましたね。なぜならですね、それを飲みすぎてね、なんていうんですか、寝れるけどもうなんか起きる時間がね、すっごい遅くなる、それから長いこと寝てしまう時もあるから、それはそれであんまり良くないから、いうふうに言われましたね。と話戻しますね。ほんでまたそのね、カフェインっていうのもね、理由に挙げられるんですけどね、そのカフェインのね、摂取もね、ちょっと控えてみましょう。夜寝る前のカフェインですよ。まあね、午後遅い時間帯からですね、夜にかけてのカフェインの摂取っていうのはですね、利尿作用による中途覚醒をね、招くだけなので、すごい入眠障害といってですね、寝つきが悪くなる原因にもなります。まあでもね、その夜にね、お茶を飲んでね、一息つくっていうのはね、眠りのためにはね、重要となる副交感神経を優位にするためのね、良い習慣ではありますけどもね。でもその場合やったら、その例えばノンカフェインの、ね、飲み物やね、ハーブティーとかね、ホットの麦茶とかね、カフェインの入ってない飲み物に切り替えいただけることもおすすめです。まあ、お茶を飲むことはすごいいいことなんですけどもね、その夜寝る前にね、その過剰に水分を取ってしまうことになるので、まあ、尿意をね、誘発してしまってね、ほんまに途中覚醒をね、招いてしまうためにですね、ほんまにその直前っていうんですか、あんまり寝る前っていうのは水分摂取をね、ほどほどにしておきましょう。という感じでね、まあ長くなりましたけども、こたつで寝たら風邪ひく話からですね、逆に寝れないのは病気かもというね、睡眠に関するお話をさせてもらいました。まあね、体を温めるのも冷やすのも、体に酸素を送るのも、水分調節をするのもですね、血液が関係しています。まあ、血液が健康であればね、よく寝れるはずなので、皆さんもね、一緒にね、血をね、きれいにしていきましょう。まあ、そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方がね、届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。